こんにちは、アクドです。今回はご質問いただきましたので、その内容をですね、動画で解説をしていきたいと思います。質問はですね、こういう感じです。業者さんから下記のような返信が来たということですね。でどういう返信が来たかというと、買い付けにローン特約を入れることは可能ですが、融資の事前審査の内諾をいただいてからの契約となります。そういうことです。でそれに加えて、質問の内容はですね、融資が降りた場合、必ず買わないといけないんですかというような内容です。これなんとなくどういう状況か、イメージつきますでしょうか で、これはですね、とてもいい質問だなと思っていまして、この質問の答えについてですね、下記のことが理解できると非常にスッキリすると思います。どういうポイントを知っている必要があるかというと、買い付け証明書の効力ですね。これどういうものかっていうことだったりとか、あとはローン特約について、これ売買契約についてのところです。あとは買い付けから物件決済の具体的な流れとか、売買についての業者さん側の手間とか意図みたいなところがわかると、業者さんがなんでこういうふうに言っているかっていうのが理解できると思います。 ということで、物件を具体的に探し始めていたりとか、物件探しで業者さんに会い始めているとか、買い付けを出したり、融資審査をお願いし始めているということであれば参考になると思いますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。ということで、まずポイント1ですね、1つ目のポイントとしては、この業者さんが言っているですね、買い付けにローン特約は可能ですが、融資の事前審査の内容をいただいてからの契約となります。 これはですねどういう意味というか業者さんの真意があるっていうのはなんとなく分かりますかなんでこういうこと言ってるかっていうのはでこのですね業者さんが言っている産業を丁寧に翻訳するとこういう感じになります買い付け証明書にローン特約ありで提出してもらう分にはえどうぞ勝手にやってくださいってことですねまず1つ目はでこれどういうことかというと買い付け証明書はこういう書類でございます 自分がこの不動産買いたたいいなってなっってらでですすすね、ね。提出する書類です、ね、買付け証明書を出しても法的な効力は発生しないんですけども不動産っていうのは大きい買い物なので例えば買い主の1人が絶対買いますって言って実は買いませんってなるとですね売り主とか、まあ、いろんな人に迷惑かかってしまうわけなんですねなので本当に買う意思があるんですねっていうのを法的な拘束力はないにしても反抗して提出してくださいっていうのがこの買い付け 申込書ですいろんなフォーマットがあるんでこれはあくまで僕が使っているものの一つなんですけどもこの購入条件のところに融資特約ありっていうふうに書くと飼い主は融資を使うことを希望していてその融資がですね希望通り降りなかったら契約破棄させてくださいねっていう条件でいかがですかっていう内容なんですねなのでこの買い付け証明書に融資特約ありって言ってこの札をですね勝手に書いて不動産業者に送ってもらう分には勝手にやってもらってもいいですよっていうのが1つ目の意味ですでで続いてですが 売買契約の締結は金融機関で融資の承諾が取れていないとしないよっていう風に言ってきているってことなんですねつまり融資のめどが全く立っていないにもかかわらず売買契約を署名な印して買い主と売り主で締結するっていうことはしないよって言ってきているってことですここで話を進める前に一度ですねローン特約についておさらいというかですね補足をしたいんですけどもローン特約何かというと 契約書に書いた指定の期限までに、これ指定があるということです。その期日までに、希望通りに融資が降りなかった場合、売買契約を白紙解約することができるというものです。契約時にですね、支払った手付金というものがあるんですけど、それも満額返金されます。これがローン特約ってことなんですね。でちなみにですね、ローン特約は絶対につけた方がいいです。よっぽど資金力があって、現金でも買えますよっていう場合以外には、絶対ローン特約はつけるべきですね。僕も毎回つけています。まあ、こういう前提知識があった上で、 不動産業者さんはなぜ金融機関の内諾が取れていないと契約をしたくないよって言ってきているのかっていうのが一つ重要になってくるんですが一言で言うとですねいろいろな労力が無駄になる可能性があるのでそういう無駄になる可能性が高い契約はしたくないっていうふうなことなんですねせっかくですね契約書を作ってもローン特約で解約されると投下した労力が無駄になってしまうわけです具体的にはどういうことかというとですね例えば 契約書を作る際にですね、エクセルに文字を打ち込んで作っていくわけなんですけども、それの打ち込みがまずパンになっちゃいますし、エクセルでデータができたら、契約書の印刷をするわけなんですね。で印刷をして、ホチキスで止めたり、テープ貼ったりして製本をして、さらにその製本した契約書で契約をすると。で、これは買い主、売り主、あとは仲介さんなどの署名な印を行うっていうことなんですね。で、この段階でめちゃめちゃ大変なわけです。 契約印紙を貼ってですね、割引をしている場合、その印紙代も無駄になっちゃうんですね。割引してしまっている以上、印紙代ってこう返金というか元に戻せないので、その印紙代も無駄になってしまうということです。印紙代はですね、結構バカにならないんですよね。まあ、仮にですね、1億円を超えて5億円以下のものを売買契約作成した場合、6万円かかってくるということです。で、6万円が白紙解約するとですね、これ元に戻せなくなっちゃうので、その印紙代が無駄になってしまうというようなケースもあります。なので、 融資特約約をつけてて契すするっていうことはできますその状況で希望する融資がつかなかった場合契約破棄する白紙解約するってことはできるんですがそういうことをするといろんなものが無駄になってしまう労力とかお金が無駄になってしまうので融資がつくかどうか全くわからない飼い主と契約をするっていうのはしたくないので先に融資の内諾取ってきてからそれが落ち着いたら契約しましょうねっていうようなニュアンスなんですね。 まあ実際ですね、僕も業者側やってて契約書とか名前も書いたことあるんですけど、一度締結した契約がですね、白紙解約になると、あーってなります。あの、めんどくさいなというか、せっかくやったのになーみたいな、っていう気持ちになるので、できればいろいろ固めた上で契約は1回で済ませたいというような事情があるということなんですね。で、2つ目のポイントですね、融資が下りた場合、その物件を買わないといけないですかっていうのは内容です。で、これについてはですね、考え方としては、売買契約を締結していて、 かつ希望通りの融資がついたのであれば、それはですね、買わないといけないです。まあちょっとおさらいすると、こういう感じですね。質問としては、業者さんから、こういう買い付けにローン特約をつけるのは可能ですが、融資の事前審査の内諾をいただいてから、売買契約はしましょうねっていうふうに言われて、それを踏まえて、融資が降りた場合、必ず買わないといけないですかっていうご質問が僕のところに来たということです。なので今、二つ目というか、この融資が降りた場合、必ず買わないといけないですかについて話を進めているということです。 なので改めて言うと、売買契約を締結していて、希望通りの融資がついたのであれば、それは買わないといけないよということなんですね。で、ここで重要になってくるのは、契約をするという意味をしっかり理解しておくことが非常に重要です。契約をするというのはですね、事象的には、2人以上の当事者が合意することによって、法的な権利、義務関係が発生する行為というふうに言われています。簡単に言うと、法的に保護されている約束のことだよということですね。ちょっと難しいですね。で、これポイントはですね、 双方の合意とということなんですね不動産売買契約というのは不動産売買する契約ということです不動産売買する約束ごとみたいなことですねですから分解して考えると売り主はこの条件この金額とかこういう内容のこのスケジュールで売りたいですそれに対して買い主はこういう条件であったら買いたいですこの金額だったりこのスケジュール感で買いたいですっていうこの2つの意見が双方に合意を取れているよということをちゃんと示しているということなんですね その合意を取れたことが口約束だとそれこそ一体罠いになってしまうので書面においてしっかり証明しましょうよで割引とかもしてこれでバッチリですねっていうのが契約書だということですそしてここで重要になってくるのが二の買い主側ですね買い主もこの条件で買いたいですって言ってるっていう部分です融資特約というのはですね指定の期限までに契約書に書いている内容の融資がおりなかったらこれは買いませんつまり契約を白紙解約してくださいねっていうことを主張しているということです で、売買契約が済んでいるということはですね、売り主もそれでいいですよ。そのスケジュール感で融資頑張ってきてくださいね。ダメだったらまあ今回は縁がなかったということにして、こうチャラにしましょうね。それで OK ですっていうふうに合意が取れているいうことなんですね。で、この内容はですね、逆に読み解くと、契約書に書いている条件で融資が降りたら買いますよっていうのを買い主が言っているっていうことになります。ということを契約書上で言っているということです。で、そして売り主も承諾して契約が行われていると。でつまり、指定の内容で 融資が降りたのであれば買わないといいとけななですなぜなら買い主が自分でこの条件で降りたらこの金額このスケジュール感で買いますよっていうふうに言っていてサインして夏にしているからっていうことなんですね。ですからこのですねポイントの2つ目の「融資が降りた場合その物件を買わないといけないか」でこれについては少し複雑なので改めて整理をすると売買契約をして希望の融資がついた時は買わないといけないよということです。 あくまでもこれ契約していたらっていうことなんですね。ですから、自分がどれくらい融資が受けられるのかっていうのを勝手に調べている金融機関さんに電話をしたりとかっていう風にしている部分では何ら関係がないということです。物件の売買契約をしているかどうか、それが重要になってくるということです。なんとなくイメージつきますでしょうか。ちなみにですね、契約をして希望融資が降りてなお契約を解除する方法というのも実はあります。それ二つありまして、一つが手付け棄と言われるやり方で、もう一つが違約金解約という感じですね。 でこのいずれかをすれば契約を解約することはできます。まあ、ただ、解約するケースっていうのはあまりないと思いますし、僕もこのいずれかの方法で解約したことはないです。なので、こう解約しなきゃなみたいな、これ覚えなきゃなっていうふうになる必要はないかなというふうに思います。で簡単に言うとですね、手付け放棄というのは、契約時に手付金というですね、デポジットを売主に支払うっていうのが不動産売買で一般的になります。で、この価格はですね、 まあ相場というかこう絶対この金額ってルールはないんですけどだいたい100万円ということが多いです物件価格はもっと小さかったりすると、まあ、例えば50万とか80万っていうふうになることも多いんですけど一等物でも大体100万かなという感じですまあただいにしえのというかですね正しくはというか昔のやり方だと物件価格のかける5%とか10%っていうのもあります、まあ、でも1億円の物件で 手付金10パーねって言われたら1000万円なのでそんなにお金すぐこう渡せないよってこともあるのでだいたい100万円が多いかなっていうような感じですでこの手付金を放棄するっていうことができるんですね売り主にあげますってことですあの買い主はその手付金を放棄しますってことですそれをすることで契約を白紙解約するっていうこともできますただしこの手付放棄もですね期限があります ですので手付放棄の期限は1ヶ月後までですってなっているにもかかわらず1ヶ月半経ったタイミングでやっぱり手付放棄で契約解除させてくださいっていうのはできないよということです厳密に言うとこの次の違約金で解約するっていうのはできるんですけどもこれ非常に現実的ではないので現実問題できなくなるということですじゃあこの違約金の解約っていうのは何かというとですね契約書に明記してある違約金を支払って契約を破棄することができます で、違約っていうのはですね、意味そのままでして、契約をしたのに約束を破ってしまって申し訳ありません金ということです。約束を破棄している、違約しているってことですね。ちなみにですね、この違約金の大体の相場っていうのは、物件価格の20%ぐらいが一般的です。もう少し高く設定する場合もあります。ですから、1億円の物件だったら違約金2000万円買っちゃうってことなんですね。なので、違約金を払った契約を破棄する、違約するっていうケースはですね、ほぼないです。 僕もも不動産業者時代ででい関わってきましたたけど1回も見たことないですね手付放棄は1回ありますけど違約金での解約っていうのは1回も見たことがないです。ということでまとめていくとですね業者さんは無駄な契約はしたくないので融資がしっかりですねできそうだったら融資の内諾が取れたら売買契約しましょうねっていうケースっていうのはですね実は結構あります。なんでこういう主張をするかというと契約は白紙解約できても製本の労力とか印紙代がかかってしまうという理由があるからです。 契約書に明記した通りの融資が出たのであれば、それは買わないといけないということなんですね。契約してる場合はですけど。一般的にはそうなんですが、手付け放棄や違約金を支払って解約するということもやろうと思えばできます。ただ、これの前提となるのは、契約をしていなければ別に何ら問題はないということなんですね。ですから、契約をしてない段階で融資枠を探るために、僕たちが勝手に銀行に融資出しをしていて、融資取れましたみたいになってるのは全然関係がない。制約はないよということです。ということで、今回ご質問いただいた 買い付けにローン特約は可能ですが、融資の事前審査の内諾をいただいてからの契約となりますということの意味について解説をしてきました。ちょっとご見た内容なのでわからないとか、えー、補足が必要な場合はチャットにですね、ご連絡いただければというふうに思います。それでは引き続きよろしくお願いいたします。